はい、ブリッジブローオフバルブの組み立てなんですけれども、まず組み立てるときは用意する工具ですよね。6ミリの六角レンチ使ってないんで錆びているんですけれども、すいません、こちらですよね。6ミリの六角レンチが必要になります。あと取り付けるときに、必要なのが何でしたっけ、ラジオペンチ、インテルのプロセッサー買った時についてました。でメガネレンチ、メガネレンチは12ミリですね。ちょっとこれも錆びているんですが、ご了承のほどお願いいたします。ということはこんな感じで、でさっきですね6番言ってたんですけれども、5番です。すいません、ちょっと仮締め程度に、でもう片方の何を仮締め程度に、ここですね。あとちょっとまた本締めするんですけれども、これで組み立ては完了という形になります。はい、ブリッジのブローオフバルブですよね、取り替えです。時間経ってもだいぶいわゆる熱いんでね、気をつけないといけないんですよね。ちょっと丸棒のところにラジオペンチはちょっと辛いですね。ちょっとペンチに書いてみました。ここのゴムホースがですね、むちゃくちゃ硬いです。ちょっとだけ取ってきたんですけど、まず腰だ。はい、ダブトと格闘すること20分、まだ抜けません。根性って書いてましたけど、根性ですよ。もう、あともうちょっとやねんけど。ちょ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 。
はい、あともうちょっとで抜けそうやね。抜けた。しんど。かなり重労働です。はい、取ったバルブに目くらぶた入れます。目くらなんですけれども、ちょっとインタークーナーのですね、ここから手突っ込んで、でゴムホース持ってっていう感じで、見えます？この辺ですね。こっから手突っ込んで、下のゴムホース手で掴んで、で目くらつけることができました。で、あとはそうですね、ガスケットホンマは交換した方がいいみたいなんですけども、とりあえずそのままでいきます。で、あとこれがやっぱり突っかえますんで、ちょっとネジ外しました。はい、ちょっと目くらの方心配なんですけれども、もう本体取り付けちゃいます。はい、これは手で、ここは手で回すだけで外れます。ここですね。見えますかね。はい、でこのパイプなんですけど、左から回すからこっちに置いといて、ブローオフバルブ取り付けはやってもらった方がいいですよね。自分でやるもんちゃいますわ、これ。もともとその純正にこの刺さっていたこのパイプをこっち側に持ってきて差し込みまして、でおおむね完了なんですけども、最後にちょっと回し込みます。であとはファンネルギリギリですね。はい、インテクインタークーラーのこのパイプなんですけど、当たるんですよね、ここが。なんていうんですか、ブローオフバルブですね。マニュアルにも削ってくれって書いてあったんで、一緒にヤスリが買ってきたんですけど、いつできるかちょっと分かんないですね。買うんじゃなかった。はい、一応完成なんですけど、もうここだいぶ削らんとダメやから、エイモンのなんかストロングステイですよね、なんかつけた方がええと思います。結論なんですけれども、そうですね、ちょっとエンジンかけてみようと思います。ブローオフバルブ、そうですね、自分でつけるのはやめとったらいいですよね。